ちょっと待って、言っていいですか。何ですか。 BGM よ出ました。出ました。 BGM よ。そうやって言うからさ、マジで何も思ってない人みたいになってるから最近本当に BGM いいと思ってんのに。いいよ、ライブアライブの音声。きてー、すごい HD2D なんだ。え、ガッスよ。ちょ、ゲームをあげようぜ。あげるぜ。ちょっと待って、トレトレをしないとな。やばい。オッケー、受け取ってくれ、このガトリング銃を使うな。きたー、神曲。やりすぎです、ガトリング銃は。てててどー、こんなんだった。なんかしい。あー、これすごい。でかっ。いや、でかすぎ。あー、ほなら曲よ。もう一回、曲よ。何その素晴らしい。そうですよね、曲良すぎる。これ斜めやばかった。 BGM いいね。もうちょっと汗ばんでるよね、もう興奮しすぎて。メガロマニア、あこれさ、めっちゃこれアレンジもめっちゃいい。もともとの曲も超好きだけど、アレンジもすごい、なんかサイバーな感じがより上がっていいね。いいしかもね、ライブアライブの何がいいって、メガロマニアもいいんだけど、この曲の入れ方がめっちゃいいんだよね。あ、ちょ、なんかこの曲聴くと胸ざわつくな。ただいま。おかえり。ちょっとトイレ行ってくるね。じゃあ、マジでね、BGM やばすぎるよね。下村陽子さんがね、神すぎる、本当に。下村さん？下村陽子さんっていう方が、BGM を担当されてて、うん。あ、そうなんだ。そう、本当にね、いいんすよ。確かに、なんか、おかゆだったな、なんか一番最初に。待つつ。おかゆ？パサード？ゲーム BGM の次。お前こんなしんみりしとるのにパスワードおかゆだっけってやばいだろ。いや、なんかゲームの BGM がいいっていう概念を教えてくれたのはおかゆだったの。いや、もう本当に下村さんの曲は、あのスーパーマリオ RPG とかもね。あ、そうなんだ。下村さんなんだけど、そう。いや、いいよ、ゲーム BGM もね、ハマると深いよ、なかなか。で、なんかさ、おかゆがいろいろ聞かせてくれて、うん、そっから BGM 用が始まったわけよ。なるほどね。そう、そっからなんか BGM を聞くっていう習慣ができたんよ。はい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 。でもね、確かにね、良い。いいよね。いい。そうなんすよ。あった。いや、マジでいいな。いや、この曲きつい。心に来ない？これ。え、でもすごい、なんか、あ、結構好きだな。この曲、いや、わかる、めっちゃいいんだけどさ、もう身が削られる、この曲。あーってなる。でもこの曲聴くとさ、辛いけど前向いて生きていかなきゃダメだよなっていう気持ちにさせられる。なんか背中を押してくれる曲じゃん、なんかいろいろ思い出した上で。いやー、でも思い出しすぎて鬱になるな、これ。はー。